大大詰めを迎えている大相撲秋場所。今場所は横綱、照ノ富士の球場で今一つ盛り上がりに欠けているが、中で最も大きな拍手を受けていたのは幕内最年長の39歳の玉鷲だ。3日目の土俵で2004年の初土俵からの通算連続出場を1631回とし、歴代1位の記録を38年ぶりに更新した。優勝したみたた。みいだったもう。 感謝しかないと本人も考えひとしおだった。二年半かけて日本国籍を取得し、今年三月に、玉鷲一郎、の名前に。何かと問題を起こし続けているモンゴル人力士とは違い、日本愛、に溢れた力士だ。写真を見る、好きな漫画は、ワンピース、玉鷲と歴代モンゴル横綱たち。アスタリスクアスタリスクアスタリスク、どんな世界でも、無欠勤。 は異業と言えるが、玉鷲は大きな怪我がつきものの相撲界で20年以上、土俵に立ち続けている。その玉鷲が、初めはお相撲さんになるつもりなど全くなかったのは有名な話だ。初来日は18歳、文部食料技術大の大学生だった。将来は母国でホテルマンになるつもりでした。この時期に実施が東京大大学院に入学していて日本行きを決めたのです。 相撲記者。モンゴルでは当時、NHK の相撲放送が生中継されるなど、日本の相撲人気が定着していた。玉鷲は姉と二人で東京、両国を散歩していた時、偶然に井筒部屋にたどり着いた。そこで応対したのが当時三段目だった各竜、元横綱。現、音は三親方、だ。そこで相撲に見せられた玉鷲は自ら、入門したいと直談判。 その熱意に各竜が奔走して外国人枠が空いていた片尾波部屋へ入門の橋渡しをした。20年以上かけて達成した連続出場記録の更新について、私一人だけの力ではありませんと玉鷲は謙遜する。最大のピンチは一昨年の名古屋場所だった。片尾波部屋で新型コロナウイルスの感染者が出た。玉鷲はコロナ検査の末、陰性でしたがルール上、 球場になってしまった別の相撲担当記者。自身の故障などではないということで玉鷲氏の連続出場は継続が決まった。本人曰く悔しくて相撲中継をテレビで見ることもなかったと燃え尽き症候群のような状態になったという。土俵内外での評価は相撲界の人格者として名高い。ハワイを筆頭に 相撲界にはこれまで多くの外国人力士が入門してきたが、モンゴル勢の強さは別格だった。朝昌龍を第一号に、白鵬、宮城の親方、春間富士、角竜、照ノ富士と相次いで横綱が誕生。現役だけではなく親方衆も交えた最大派閥の、モンゴル派、が誕生した。モンゴル人力士の、派閥の頂点は宮城の親方、元横綱白鵬、 でした、勇敢式者。モンゴル派、には、強さだけでなくダーティーなイメージも付きまとった。慣れない異国の地で生活上の悩みをフォローし合うだけならまだしも、モンゴル人力士が星まで回し合っているのではとの疑惑も囁ささかれ、モンゴルご助会と揶揄するような報道も出た。そのダーティーなイメージが定着したのが2017年、元横綱春馬富士が高野岩を大出した、鳥取事件、である。 モンゴル出身力士のほぼ全員が参加した、飲み会の席で起きたこのスキャンダルは、こじれにこじれた末、春馬富士が引退し、高野岩の師匠で次期理事長候補の一人だった高野花親方も相撲協会の理事を解任され、最終的に退職するという最悪の結果を招いた。綾瀬遥のドラマが、この回は宮城の親方が、主品、でした。玉鷲にも声がかかったのですが、 大ファンだった綾瀬はるかのテレビドラマが見たいからという理由で断った、全室記者。モンゴル派にあえて入らなかった理由は、入ったらどうしても情が入ってしまうから、という明確な理由からだ。そしてもう一つ、玉鷲は多くの力士の代名詞である、主語、ではない。ほとんど酒は口にしない、下戸、でもある。それがここまでの連続出場につながった。ちなみに、 横綱、照ノ富士は大関昇進後、上二段まで陥落したが、その原因は体重増による膝の負担の増大と尋常ではない狩猟の多さによる糖尿病の発症。相撲協会関係者、で、大関時代は栄養ドリンク、ウコンの力、を大量に飲んで、これさえあれば問題ない、と連日はしご酒の日々があった、どう 玉鷲のストイックな姿勢を最も評価していたのが高野花親方だった。現役時代にエルボーなどプロレスのような技を展開していた宮城の親方の取り口は酷評していたが、玉鷲については立ち合いの変化がない。両足の指で土俵をしっかり掴んでいる。しっかり稽古しているからだと思うと評価していたのだ。